今日もジャカルタコミュニケーションクラブのフリープログラム、はい、ジャパニーズランゲージトライアルクラスでたくさん日本語をしゃべりましょう皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですがもう手入るは出ましたか皆さん手入れる,え働,いる <laughs> 働いてる人働いてる人働いてる人おランクルじゃおランクルじゃ<あ>しやはいはい、はい、働いてる人あ 少ないですね、まだね。まだ少ないですね。ファウザンさんとワユさんとダニエルさんだけ。スラントさん働いてますよね。やんぷにゃん。でまあ、まあ、ま、あカネタピート働いてるでしょ。学生じゃない。<laughs> スラントさんはお、ね、あの会社のオーナーですけれども、あのまあ、働いてると。あとはみんな学生大学生です。大学生です。はい。大学生です。さんは学大学生大学生です。はい。大学生です。はい。大学生学生はい。大学生です。アウディ今でアウディー はいアウディさんは学生ですか働いていますか私は今働きませんです働きませんそうですかうちにいますかはいうんそうですかはいエルフィー先生エルフィーさんは先生ですか働いていますねミュートですけどねエルフィーさんはい先生働いていますね <laughs> はい働いていますはいそうですねそれから、えー、ムティさん 文字さん学生ですね。そしてピピンさん、働いてますね。はい、今働いてます,ですね。ありさん。ありさん。ありさん。はい。ありさん。私は学生です。学生です。そうですかわかりました。ビマスさん。さんビマス、学生。あはい、学生です。学生ですね。学生の方が多いですね。はい。えー、社会人の人、働いている人。 もう低ーハー・エルは出ましたか低ーハー・エル、すだすだです。まだです。ダニエルとは今まだです。テーハー・エルは、ね低ハー・エルは何ですか日本人に説明してください。テーハー・エルとは、ブラ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 。説明できる人。はい。説明できる人。はい。

ちょっと待ってください。浜地さんご存知ですか手入ルっていうのは。忘れてました。今、久しぶりに聞きました。小川さんはハイル知ってますかテハイルは知ってましたけど、トゥンジャンガンハイライヤは知りませんでした。私も知りませんでした。テハイルはテハイルと思ってました。あと、タンバハンハリライヤかなとか思ってましたそうそう。 ね日本語で説明してくださいはいピピンさん日本語でどうぞえーとって入るというのはあ断食明け祭りを迎えるあのというバランを迎えるあのシャインに与えるてアーテですねうんいやーやってやればねっ 手当てじゃないですよね、木下さん。やっぱり日本人は。手当てです日。日本人、手当て、これボーナスですよね、言ってみれば。うんそうです違う、ボーナスじゃない。手当てして、先生。 じゃ普通はトゥンジャンガンは手当てと言ってますが。ああ、トゥンジャンガンはね、わかりました。はい、じゃあ、ちょっと先生の認識が違うかも、先生が持っていたのと違うかもしれません。じゃあ、断食明けのお祝いじゃなくて手当てなんですね、そうするとね。そうですね,ね。はい。分かりました。あのー、じゃあ、ま、あの日本語で言うと、断食明けの手当て。 <laughs> なんか日本人の方なんかいい言葉がありますかね手当てというとちょっとなんかなんとなくぐずぐずっとするんですけど、うん、だからに日本で言うとボーナスという、うん、年末年始手当てっていう感じじゃないですかね年末年始手当て。年に1回だけなので、うん。そうですね。年末年始手当てってことはじゃあ断食明け。 け手当うんはい、だから、まあレバランというのがあの断食明け大祭とよく言いますが、断食明け大祭。大祭というのは大きな祭りでごきますね。断食明け大祭のためのこう手当ということになりますね。特別手当。それが何でしたっけタンバハンじゃなくて何タンバハンじゃなくて。 Tunjang 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 teman teman wa, tunjangan, ya tunjangan, tunjangan wah teat des desinse tunjangan, ya tunjangan transportasi, atau tunjangan anak mau ada tunjangan anak, ada tunjangan keluar ああああだだだれもあるです <laughs>、はい。はい、なんかいろいろちょっとこのままいくとどんどんこうレバランが起きそうので先生もたくさん勉強しましたトゥンジャンガンですねトゥンジャンガン <laughs>、えー、あハリライということで手配量がわかりましたはい。ではこれからは皆さんに任せますねあ断食断食終わってレバランを迎えますで ここに日本人が、ここにいる日本人には、ちょっとちょっとインドネシアのことは知っています。ね。でも、もしここに日本人、何も知らない日本人がいたら、レバランについてどんなことを伝えたいですか話したいですか何を話したい何について話したいですかトンタンアパマビチャラ。レバラン。

バチュバルー。バチュバルー。バチュバルー。オッケー。はい、それから、どんなトピック家族の集まり家族が集まるね。家族が集まる。はい。それでは、とりあえずここまでにしますよ。ここまでストップです。それでは、今までムディックについて、食べ物について、お祝いについて、 バジューバルについて、家族についてというのがあります。5つ、みんなに説明をしてもらいます。一つですね。うん、では、ムディックを説明ふしてくれる人、日本語で。ムディックを説明してくれる人、うん、どうぞ。どうぞ。うん、誰ですかムディック。はい、ポッタリ,リさん。はい、あ<の>ムディックは、ふるさとが帰ります。はい。さとに帰ります。<laughs> 田舎に帰りま <laughs> はい、田舎に帰ることですね。田舎に帰ります。はいすね、大家族があってます。ありますね。そうですね、はいでえー。じゃあちょっと勉強しましょう。あのふるさとと田舎というのは漢文というふうに言いますね。で、うん、ふるさとの方がちょっとなんか小エミな感じがします、ね。ちょっと VC っぽい感じ。だから普通私たちは、日本人は、 えお盆に田舎に帰るのよ。田舎広島っていうふうに言いますね。うん、田舎で,そ<う>でも、田舎という言葉は2つあって、かんぷんはらまん、だんかんぷん。ね、あそこはか田舎だからねっていうのは、あいとかんぷんっていうのもありますが、でもかんぷんはらまんとかんぷんは田舎というふうに使います。だから、まああのみんなで出払うと時は田舎へ帰ります。先生だったら広島へ帰ります。ですね。うん はい。で、えー、そして、どうして田舎に帰りますかなぜなら、親戚がたくさんいますから。親戚。ね、大家族。大家族というのは、一つの家族がすごく大きい。だから、10人家族とか、20人家族とかね。で、親戚というのは、おじさん、おばさん、いとこ、ね、あの、もう一個、お一個、そういうのがたくさんいる。これ、親戚ですね。田舎には親戚がたくさんいますから。 ね、レバランにはしあのお田舎へ帰ります。これを帰省と言いますね、日本語ではね。帰省します。帰省と言いますね。ね、はい、漢字が今から小川さんから来ますね、はい <laughs> えー。レバランには帰省します、はい。それでは続いて、レバランの食べ物について誰が説明してくれますか。レバランの食べ物はいどうぞアウディさん バラン食べ物は、はい、クッパとか、うん、オポーとかナシクニングとかナシクニングとか。ナスタル。ナスタルね。はい。これは自分で作りますか買いますかあ買います。 す <laughs> なんでアウディさんは買いますと言いましたが <laughs> ダニエルさんが「実は作るこれはね、まあ、仕方がありません。昔は日本のおせち料理も お母さんが一生懸命作っていました。でも今、スーパーマーケットで簡単に買いますので、だから、インドネシアも本当、お母さんが作ることができればいいんですが、まあ、忙しいですからね、あのー、スーパーマーケットで買うこともできますということですね。ね、クトパック、オポール、ナシクリン、ナスタル、ナスタルはおかしいですね。はい。おかし、はいです。先生も大好きです。じゃあ、他に食べ物、特別な食べ物ありますかロ<ン>、えー うん、ガド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 普通ーだな。ガドガドフツでしょありません。はい。それで<笑><笑>はいはい、続いていきます。ーーいお,いおいわい。<laughs> レバランのお祝い。どんな形の、どんなお祝いがありますかお祝,い<は>お祝いは、お祝いは、どうぞお祝いってどういう、おいわいって、まあ、知らんま、うん ススララととかスランあったとかですよね何何、うん、お祝いを話し,したい人どうぞエルフィーさんどうぞルフィーはい断食が終わ,ります終,わ終わりましたので、はい、みんな、えー、楽しく、えー、家族と一緒に楽しく、うん、感じしたいので感じたいので、うん、お祝いと言います、うん んなるほど食べたり家族と友達と会ったりして食べたり飲んだりしてそれはお祝いと言います。はい、わかりました。質問していいですかはい、はいちょっと待ってください。少々お待ちください。家族でみんなで集まって食べたり飲んだりお祝いします。 お祝いしますねはい、はい、お祝いします、うん、はいどうぞ木下さんはい、このお祝いの仕方なんですけど、はいね、特別な行事とか、うん、あるいは飾り物はありませんかうん、うん、はい何か飾りがありますかあのレバランの飾りデコレーションは、ア、えっサ、と、ンピアッサンあったルンチャーナありますよねトパッのリボンから作ることパッ のあの後で写真を見ますので、プ <laughs> トパックっていう飾りがこ,うこ,ん,なこんな緑色ので飾り物が、ね、そうです。そうですもうデパートとかとうおうちとかこう飾られていますので、これが飾りですね。はいそれではあの先ほど、リノさんが手を挙げていましたが、えっとい、はい、礼品が終わる時、えっとき、うん、家族のみんなが家に戻ってきて、 うん、お互いに挨拶としますえと。この時、モンマー・アフ・ラヒルンティン・ンン、意味は、すべての趣をお許しください。と、年間に起こした罪をごやます。とても正しい日本語でありがとうございます、イルナさん。これは家族同士でやるんですかそれとも友達同士でもしますかはい。友達,友達同士でも。みんなで。形はです 形は、あの、日本だと、あ、あきました、おめでとうございます。こうやって、あきました、おめでとうございます。ってするんですが。インドネシアの場合は。こうとか。なんか。あ、そう。あの、手、手を触りますか、それとも、ぶ、このまま。え、はい、手を触りま、はい、すか、このままで、ね。はい。あの、お祝いの言葉ですね。これはね。お祝いの挨拶。 お祝いの挨拶があるんですね。うん、で、これを家族や友達としますということですね。はい。えー、それでは次に、あのー、お祝いというとなんとなくお祝いの言葉、ね。お祝いの言葉、お祝いの飾り、お祝いの食べ物、お祝いのお金。 全然全然手入るはもういい手入るはさっき話しましたから手入るはもっともう話しましたから今はもっと何か楽しいいやいや手入るも楽しいですがあるでしょそのレバラの時のこのぐらいのこういう感じのお年玉みたいなそうそうリナくんはいどうぞってねゲーム入っ 岡スさん <laughs>

<laughs> はい、それです。サラムテンテンペルはどんなものですか、<laughs> 何ですか日本語で説明してください。<laughs> どうぞ。はい,、はいいま、はい、はい。<laughs> <laughs> <laughs>

いろいろ説明してくれましたが結局お年玉ですね。サラムテンペルはインドネシアのお年玉です。オッケーはい。はい。そうです <laughs> 先生。今の渡し方は <laughs> え手の下、下、下んあの受け取る側が上から取るんですか<ー>受け取る側が下から取る。その話し方もあります。その話し方えは渡し方もあります。 <laughs> はい、でも普通に渡すこともあるんですこど、これがありまずエラーだったりとか、ね、<laughs> ので。サラムテンペルはあの、感謝の気持ちを含めるあのお金をという意味もありますね。感謝の気持ちを含める、うん、とか、お金になんか、<金>そうですねクダお金ね。 あ,あのお金そうですねあの感謝をあ感謝の気持ちを含める含め,て含めてお金を渡すという意味もありますね、はい、でも親から子供に感謝の気持ちっていうのはなんかおかしいな気がしますそれはだからあのお年玉だけではなくて例えばあの何でしょう何かあのミサリアコパエルテとかあの何かあのスーマゴルス ドキュ表面レガリティをレガリティを手続きレガリティの手続きをあのやるときに何か感謝を気持ちとしてお金をあげるというのをサラウンドエフェクトよ。ああもともとレバナンだけじゃなくてそうですそうです。そうです心づけ例えば結婚式のときそれ、まあなんてうかな、まあ、お祝いインアガラそれは

eh oh, salam oh. anu, dan jadi <laughs> wata wate karena ano anu, oke sih no, ga ano wata thr ni morate de ano eh nanti deh uci otonari ni toka kazoku no tachi ni toka ano kan waktu kaya de arewa

サラムテンペルは何か考慮を、ビロクラシーに渡すんかちょっとネガティブなイメージなんですけど、はい、そういう意味もありますよ。はい、あの、スワップですね。<laughs> 皆さん、そうしましたらですね、今度いつか、うん、あのジャパニーズランゲージトライアルクラスのトピックはサラムテンペルについて一つあの話、今どんどん面白くなってきま ね、でも面白くなったこのサラ,<性>サラムテンペルだけ話してるともう終わってしまって。<laughs> 今日はとりあえず、<laughs> えレバランにサラムテンペルもらう人とあげる人、もらう人誰ですかサラムテンペルもらう人。フ、うん、トリさん、うん、アウディさん、ディノさん。うん ああ、あ、あ、おろ、お、お、お、なん、じゃ、なんか、ダニエル、あ、どうしよう、どうしようン。はい、サラームテン、はい、サラーテンプル、あげる人は誰。あげる人。渡す人。あ、スラントさんとかね。エルフィさんとか、はい、ファウザンさんとかですね。はい、ありがとうございました。さ準備しました。準備しました。

誰か欲しいです。一人いくらですか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 一えいくらですか一人いくらちょちょっい高いですね

<laughs> バジューバルについて誰が話してくれますかレバラーマバジューバルなんですかはいどうぞどうぞバジューバル時間ないですよはいどうぞましょうかじゃあバジューバルはいセラタさんはい、はい、セラタさんどうぞ、はい、あの短縮の終わってからあの、うん、ソーラッイトルフィッティはありますでその時に <laughs> Uh, Deki rudake sembu uh, kazokutachinewa onaji iro no irono mm. e uh, pachua sukai mas eh, oh onaji irona no ne are wa ah. uh, kimu chan akote demo nan des ka supaya lebih lebih, <laughs> lebih pantas saja gitu apa ya Kompak, kirei seni kompak, to shiteru kan kompatsu もう一つのはあのなんですか短時の終わってからの意味もあの心があー、うん、クリーンになっているようにうだからあのアヌ、うん、パッチュも、えー、心のタヒすスルそ,そういう意味じゃあ真っ白の心を表すために新しい服を着まですね、うんはい、男も女も いや、三は、yeah, 同じです。じですね、あ、そうですか。はい。で、あの、までも、日本でもね、あの、昔は、お正月はもう、必ず新しいものを着るなんていう習慣がありましたけどもね。今は、まあ、その辺、なんか、大体、いい加減になってきてますが。で時間もそそろそろ実は、あの、バジュバロウはい、は決まりではなくて、ただ、ただし。あの、それは、お祝いの意味を表すために、できれば。うんうん まあ新しいかとか、実は新しいではなくても、うん、じゃ新しいではなくてもなんだ、きれ、うん、だけで、あの、ぶるだけで十分です。はい、そうです。ヒント、ヒんと断食明けを迎えるということが一番大切なんですね、うん、気持ちからね。うん、では、写真を見ていきましょう。えーはい、では、これ説明してくださいね。 えー、ダニエルさんから説明していただきましょうかはい、あじゃあえ、ダニエル、一人一人、ダニエルの日本語で説明してもらいましょう。<laughs> じゃあ、まずこれは、ディノさんどうぞ、説明してください。はい、これがパルシャルです。パ、うん、ルシャルです。はい、これは何のため、うん、えっと、パルシャルは、えっと、その中には、えっと、食べ物がある。何のためえこれは何ですか、はいはい、あ、これないですか、はい ちょっと自分で食べるんです。パルセルね。いや、パルセルです。贈り物のり物ですね。あのお中元おセーみたいなもんですね。すんばことは違うんですかはい。はい。はい、ハマさん。すんばことは違います。違います。これは贈り物です。ハディア。ね、せん。 先生からエルフィ先生とか木下さんから浜地さんへみたいな感じですね。レバランです、ね。なんかお聖母、はい、あの中元な感じ。はい、次の写真行きましょう。次の写真です。ムデ無ッ無ム無理ック。ムディック。ムいえ。ック。生生と言います、ね。ムディック。<生> ですね、はい、うわーす,ごそうです,ねすごい、はい、もういっぱいですね。この時このムディックの規制の時には、やっぱりチケットはバスとか電車のチケットは高くなりますかはい、そうです。大変ですね。でも今年は遠いところに規制することはできないんですよね。はい、でき、ねはいうん、ません、はい。次の写真いきましょうか。 これがエイブラの礼拝です。おお、これは断食明けの礼拝ですか。うん、はい、素晴らしい。これ着てるのは、バ、ジュバルですか。あ、まあ。できるだけ。できるだけ、守備さも。続いていきましょう。続いていきましょう。あ、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 あ。これ、バジュバル。あ、これが、これが。

これなんんてうですか？そんなことありませんが。えー、いいレバランのお菓子は何て言うんですかクエ簡単ですね。クエお菓子レバランレバランクエレバランですね。左下は <laughs> カイキリ先生のお好み。<laughs> あの先生が一番好きなのはナスタールでしたっけあの左下。<ー> はい。パイナップルのジャムが入ってる。はい。続いていきましょうか。これが食べ物ですね。食べ物だけど飾り物になってますね。なんかこれの形。ああ、そうかそうか。プトパット、生にゃ。生まかなんです。

お米です。ブラシ、ブラシ、キノシタブラシ、ブラシ。お米、お米。お米。お米。ス米。ラ米。お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 米。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 米 ちょっと今最後の写真めちゃくちゃおいしそうでしたね日本人のみんな。んな感じでしたけども今日も先週に続いてインドネシアのとても大切な文化を日本人の皆さんお勉強しましたよかったですね。はい。それでは来週のテーマダニエルのパニックです。はい。ももももうううすで来週は わざとのバラン関係じゃなくて、秋葉原です。秋葉原全然関係ないですね。来週のジャパニーズランゲージトライダルクラスのトピックは、なんと、秋葉原です。多分、木下さんのエリアガイだと思うエリアガイですね。いろいろ話をします。先生とダミオ先輩の、えっと、 援助校卒業おめでとうございます。でおお<ー>、ございます。ありがとうございます。それもさあ。<業>はい、皆さんご存知のないことかもしれない。はいえー、おめでとうございます。いや。はい <laughs> 劇団演塾というミュージカル劇団をずっと12年間やってまして、その劇団がこの度めでたく解散いたしまして、えあのー、もうこれからはあのジャカルタコミュニケーションクラブに集中して、あのー、頑張ろうと思っておりますので、これからもジャカルタコミュニケーションクラブのフリープログラムをどうぞよろしくお願いいたします。よろしししくお願いいまます、うん、ありがとうござた